司や夏に染み入る蝉の声。これは、芭蕉が奥の細道で確か読んだ句なんですけどもね、今いるここは旧町名を関口町って言って、なんか松尾芭蕉がね江戸に住んでる時に住んでたところらしいんですよね。松尾芭蕉ってね、当時江戸初期の日本を旅しながら俳句を生業とした俳句師ですよね。いわば元祖旅クリエイターだと思っていて、まさにそこに、その住んでた芭蕉庵っていう家があるんですよ。すごいですよね、こんなところに家があるんですね。なんか横に坂とかあってね、風情がある、いい家に住んでるんですね芭蕉って。へえ、当時のままあるんだ。そうなんですよ、実は僕も知らなかったんですけど。さあ、では今回はどちらになりますか？今回は文京区になります。文京区あんまり知らないかもな。まあそうですよね。続いてやってきたのは東京メトロ南北線駒込駅から徒歩5分ほどで到着するここ六義園。はい、六義園やってきました。これ六って書いてるんですけど、六って読まないですよ。六義、ラリルゲロ、六義園なんですよこれ。ここは江戸中期の造園当時から小石川後楽園とともに江戸の二大庭園に数えられていた伝統的な日本庭園。昭和28年には国の特別名勝にも指定された。六義園のチケットを買いました。300円の六義園のチケットを買いました。ちょっと来たかったんですよね、ここ。この文京区は江戸時代には武家屋敷が多かったこともあり、数多くの大名庭園が今も残っている。この六義園も江戸を襲ったたびたびの火災でも焼失することなく明治を迎え、今に残る数少ない名勝地である。本当にすごいですね、これは。やっぱ日本庭園なので、なんかやっぱ流れる時間の速さが都内にいるのと違う気がする。まあ、ここも都内なんですけどね、なんかゆったりした時間が流れてますよね。心なしか涼しいですもん、ここやっぱり。敷地面積は約8万7000平方メートル。全て歩くにはそこそこ時間がかかる。園内には広大な庭を眺めながら抹茶と和菓子をいただける吹上茶屋も併設されている。いや、閉まってたので、いただきます。うまいっす、うまいっす。じゃあ、こっちもいただきます。美味しいです、美味しいです。ここが僕のアナザー文京区です。続いてやってきたのは誰もが知るこの場所。この東京ドームも実は文京区にあるんですよね。僕もね、東京ドームには何回も来ていて、僕野球大好きなので巨人戦とかもねたくさん見に来ましたし、まあね、いろんなアーティストがねよくこの東京ドームでライブしたりもするので、まあ、そのライブとかも見に、めちゃ来てましたね。でね、後ろに見えてるようにここはラクーア遊園地も一緒になってるので、あそこで遊んだりしてね、ジェットコースター乗ったりして遊んだりもしました。東京ドームシティ、
見る、遊ぶ、くつろぐが揃った都内ど真ん中にあるアーバンリゾートシティ。多くの子どもたちだけでなく大人でも飽きない複合施設がドームのすぐ隣に併設されている。じゃあ今日はもう夕食ですね、夕食もここ東京ドームのところで、ちょっと行きたいところがあって、で、まあ、野球、東京ドーム野球っていうことでちょっと MLB カフェっていうねところに行きたいんですよ。 MLB カフェ、野球の地ならではのメジャーリーグベースボールをテーマにしたカフェで、野球ファンならば一度は行ってみたいスポットである。ここが MLB カフェです。せーのよ、でももう見えてますけど、メジャーリーグの映像がもうめちゃくちゃ流れてます。で、上にはねネオンサインがね各チームのやつがあったりして、まあ MLB の、をモチーフにしたカフェになってます。うわ、これはすげえわ、これは上がるわな、これ野球ファンとしてやばいっすね。これいつもユニフォーム全部でしょ、テキサス、レイズ、マリナーズ、トロント、カージナルス、ブレイブス。うわ、これとかも見てください。これは上原があの日本人初の胴上げ投手になったあのワールドシリーズ優勝した時の写真ですね。すげえ、うわーすげえわ、ベースとか、これ野球ファン上がりますね。これ大の大人もここでは野球少年のようになってしまう。本場仕様ナチョスと、今アルコール提供ができないとかっていうことでレモネードを頼みました。店内ではアメリカさながらの料理を目の前に、3面の大画面で本場メジャーリーグベースボールを見ることができる。野球ファンにとってはこれ以上ない幸せ。野球好きなんだ。じゃあ普段からメジャーリーグとか見たりするんですか？大好きです。2017年のワールドシリーズ、ドジャース対アストロス最終戦、現地まで見に行きました。ガチで好きじゃないですか。じゃあここのカフェもテンション上がりましたよね。いや、やばいですね。なんかいろんなもの飾ってて、なんかそれ見てたら席着くまで30分ぐらいかかってました。へえ、文京区ってあまりイメージなかったけど結構楽しそうですね。では最後になりますが、文京区はどういったところだったでしょうか？都内にありながら自然もエンターテインメントも楽しめる街。